私は全然興味なかったんですね。そうなんですね。もう自分の人生は自分で切り開くっていうような、まあ、傲慢な女だったんですが、ある先生に出会いまして、でもすごく自分 の持ってるその本質とか、そういうものを深くこう言われて、あれちょっとでもそれは違うと思ってすごく反発をしたんですね。そうなんですね。ただズバズバ言われたことに対してかえってそれをこう紐解いていくと、あ、もしかしてとか、すごく初めて生まれて初めて自分自身を掘り下げた、っていうのがありまして、じゃあもう一回会ってみようと思って、東京の先生なんですが、東京までまた行きまして、でそれでもう一度ちょっとお話をさせていただいて、でその時にあなたこういう仕事が本当は向いてるんだよって言われたんですね。そうなんですね。はい、でそれでちょっとまたこちらに戻ってきまして、いろいろとこう自分を掘り下げて、で、まあ、先生にちょっとお電話とかさせていただいて、何回もこういろいろとこう見ていただいたりするうちに、あ、これはすごいと思って、もうこれだと思いまして、やることにいたしました。そうなんですね。はい、その一回鑑定をしてすっきりしていただく、お悩みを解消していただくとか、私のその運気のリズムに従っていっていただいて、それでまあ良かったとかってあるんですけれども、先祖とか、そういうものつながってるっていう方がやっぱりいらっしゃるんですよね。もうそれを断ち切らないとどうしようもないっていうか、そこがやっぱりこうっていうその先祖の中のつながりは本当に大切なものだなっていうので、やっぱり私は皆さんに言うんですけれども、先祖を大事にしてくださいと。やっぱり自分が生まれたルーツでありますから。で特にも経営者の方とか、やはりこの商売、そしてお金を生み出す、稼ぐっていうことですから、やはりもう感謝の気持ちでやっぱり先祖を敬う。やっぱりこう何かあるってことは、それが何かあったんではないか、できてなかったんではないかというのを強く感じますね。私の鑑定とは別に、私はもうロジックで論理的にやってるんですけれども、それだけではやはりない何かがあるっていうのをすごく強く感じます。なるほど。はい、私の鑑定のお客様は結構男の方も多くてですね、男性の経営者の方とか、経営者の方まだ多いんですけど、結構きつく言ってしまうんです。もうこうした方がいいとか、こうしなさいとか、それではダメよとか、あかんよとか、で、いつも同じ、やっぱりそれを人を見ながら、男の方だからと言って強く言ってしまうと、やはりちょっとへこんでしまわれる方も、それぐらい割とバシッとおっしゃることが多い、多いですね。先生きついですねとかよく言われますだからそこはやっぱりちょっと本当にその方を見て、女性の方なら初めからちょっと気をつけて、口調も気をつけますし、柔らかくなるんですけれども、そこのところはすごくやっぱり気をつけて、おります。なるほど。はい、もうどんな方でも私に相談をしてみたいと思われる方でしたら、それもインスピレーションのやっぱりありますよね。いろんな先生がたくさんいる中で、私にと思ってくださった方は、もうどんな方でも、でちょっと幸せになる方向へ一緒に、歩いていきたいと思いますので、運命鑑定士、開運カウンセラーの源勝負です。言葉もきつく言ってしまいますけれども、必ず気づき、そしていかにリスクを避けて幸せに生きていく方法を一緒に探っていきたいと思います。人生というのは、いかにリスクを避けて生きるということが一番大切だと思うんですね。それは病気でもそうですし、それがこの人生に対して一番だと思うんです。同じ歩んでいくんでしたら、リスクを避けて歩んでいくのが一番だと思うんですね。でそれを私の教えで、皆様に、導いて、そして幸せに、生きていっていただきたいというのが、本当に強く切なる思いでございます。源先生、今日はどうもありがとうございます。どうもありがとうございました。